はい、ご視聴いただきありがとうございます。ベルです。チャンネル登録、高評価、いつも本当にありがとうございます。とても励みになっております。はい、あと私ベルのサブチャンネル、男性向けタロットリーディングをしていますチャンネルもございます。そちらは女性の方でもお楽しみいただけますので、ぜひご興味のある方は概要欄にサイトのリンク、はい、では昨日のお相手が B さんのことで強く感じていたことを見ていきます。はい、これねすごいですよ。違うタロットなのにね、両方ねソードの6です。これ、船出のカード。あとは今ねやっぱりこの辛い状況かもしれません。お相手ね、何か今向き合っていることがあったり、進めないなって思っていることがあっても、ちゃんとその状況から今ねポジティブな方向に行きますよって、必ず流れが変わりますよって、そこを言われているんですよ。新しい何か決めれることがあったりとか、もうやっぱりこのね強く行動したいって、もう準備は整っているからって言われてるんですね。なので必ずタイミングは来ます。タイミングが来たらもうねこう真っ先に向かっていくよって言われています。今はもうちょっとの我慢かもしれないけど、そこをね強く、お相手の中でもそういうことが分かっているとか、そういう感覚も入ってきます。流れが必ず変わります。いい方向、ポジティブな流れになっていきます。そこをねとっても言われています。はい、でこれなんかね両方もうちょっとだよってやっぱり言われていて、なんかね両方子供ですよね。こっちはもうまさにこれね子供なんだけど、両方子供ですよね。なんかねなんか本当に純粋な思いで、まあ、B さんが本当に純粋でまっすぐな方っていう感覚も入ってきますけれども、このお相手もまっすぐな方、本当に純粋な方、でねやっぱりこれ会いに行くんじゃないかな。もう間もなくその計画を立てていたりとかで、あそっか船出のカードなので、中にはやっぱりこの船を渡って、違う、海を渡って会いに行かれる方もいるぐらい、ちょっと離れているところに住んでいらっしゃる方とかで、なかなかねお二人の関係性もあるかもしれないけど、もちろんこのねコロナの状況で会えないとか、そういう方はもう会いに行きたいんだって、そのことを強く計画を立てていたり、一生懸命いろいろ調べて、会いに行くためにはどういうふうにね、どういうあれで行ったらいいのかとか、あれで、そういうねいろいろ考えていたとか、計画を立てていたとか、そこを感じましたね。やっぱりちょっと離れている方もいるかな。外国の方とかももしかしたらね、いらっしゃるかもしれません。そしてこれなんか、これはもうちょっとだよってね言われているようにこれ感じるんですけど、何かいきなり会いに来てびっくりしている B さんっていう感じにも見えるんですよ。だからもしかしたら中にはね、サプライズでいきなり会いに来ちゃうお相手もいらっしゃるかもしれません。そこも感じました。すっごくびっくりしてるんですよ。えってどうしたのって、
言ってる感覚も入ってきますね。これもね、何か受け取って、あ、違う、受け取ってると思ったら、これもね、ちっちゃな妖精でした。これ、そうだな、やっぱり会いに行くんですよ。この小さいのはね、お相手です。ね、で、このね、可愛い女の子は、B さんの少女で見てくださいね。やっぱりね、会いに行ってる感覚があるんですよ。だから全てにおいて会いに行くよって言われてるんですね。会いに行きたいとか、そのための計画を今すごく、真剣に考えていて、やっぱりなかなか会えていない方多いんじゃないかなと思いました。このね、周囲の状況だったり邪魔する方がいたりとか、そういうことも関係しているのかもしれませんしね。だから今はなかなか動きができなかったとか、そういう方もできると思います。でもちゃんと用意してますね。もう準備は整ってるから、いつでもそのタイミングが来たら自分は真っ先にね、Bさんのところに行きますって、そこもすごく強く感じていた。そこをね、表してくれてると思いました。はい、これ最後にね、引いていきます。な時間を持つです。なんかやっぱりそうですね、ここもちょっと休んでるじゃないですか、これね。そう、お互いにだと思うんだけど、何かちょっとこう急ぎすぎている方だったりとか、やっぱり何か焦ってしまってっていう方もいらっしゃるかもしれないし、忙しくされている方、もしかしたらね忙しい方もいらっしゃるかもしれません。何かね、とにかく今はゆっくりするときとか、そうなんですよ、この必ずタイミングが来るから、このタイミングっていうのは自分たちがいくら頑張っても進めるのには限界があったりするんですね。だけどこのタイミングが合えばね、そこまで頑張って行動を起こさなくても、普通にやっていてもそのタイミングが合うようになってる時って、ガラッといろんなことが変わります。そこを言われているので、必ずタイミングはやってきます。この方たちね、守られているから。だからそのタイミングが来るまでは信じて、例えばね、自分のことに専念するとか、自分をいたわるとかね、ねぎらうとか、そういうところに意識を向ける。なんかずっとお相手のことばっかり考えているとかね、お互いなんかそんな感じもするんです。 B さんのことばっかり考えているとか、そういうことっていうよりは、今はね、そしてなかなか会えていないお二人っていう感覚も入ってくるので、今はそれぞれの場所でちゃんと自分の心を休ませることとか、心をちゃんとこのね、あったかい光で満たすこと、そこに専念してくださいとか、それをね、言われているようにとっても感じました。はい、何か参考にしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。